硬質化ってやつだろ。お前を巨人から切り離してもこの巨人は消えてねえ。結構なことじゃねえか。あの瓶は、そうだ、俺とっさに鎧の瓶を飲み込んで巨人に。ああ、でこれまでどうしてもできなかった硬質化の力を使って俺たちを守った。お前は一瞬でこれだけのものを発想して作り出したんだ。まあ構造自体はデタラメだが、実際あの壁もこうして立ったんだろう。つまりこれでウォールマリアの穴を塞ぐことが可能になった。敵も味方も大勢死んで、散々遠回りした不細工な格好だったが、俺たちは無様にもこの到達点にたどり着いた。ウォールマリアの奪還、そうすればうちの地下室を調べられる。でも親父の正体は